金山に来ましたけど、なんかフェスやってんの？まあまあ、ここは何かしらいつもやってるところではあるけどな。で、こっからね、見えてってね、乗り換えてきますよと。で、普通やったら、あの奥に見えるところ、JR とそのまま乗り換えできる改札があるんですけど、友人のところでね、ちょっと、あの、最新18切符なんでね、来ないといけないんでね、一回外からっていうとこありましたけど、あ、そうなんですよね。あ、向こう側にもあるのか、でかい駅です。こっち側に東海道線の線、JR が走っとって、向こう側にもう JR 中央線が走って、真ん中に名鉄があるっていう、なかなか特殊な構造なんですよね。ちょっと見ていこうか。山田さんだってね、たまにはちょっと近く見てきたよね。こういうのもね。まあ、ここまで来たらもうすぐやしね。そんなに行くのに苦労する場所じゃないですからね。こんな感じでやってたんだ。すごいな。おお。結構いろいろ出店も出てフェスみたいな感じでやってたのかな。ちなみに金山は言うて名古屋栄に次いで繁華街ですからね。ポストあんな色なんや。ポストこんなポストで、あっこまで行くことも歩くこともたらめんどくさいからどうしような、普通に乗ってこう。わらび餅、次は金山倉庫。さあ、ここにはないけど、奥行ったら地下鉄もありますからね。大船駅は、まあ絶対に名鉄に行った方がなんですよ。でも、ね、ここでぐだぐだやる気持ちないですからね。もうすでに、朝の5時から出発してます。朝の5時に出発して14時間。なんで14時間かけて三重から愛知に来るのに。はい、じゃあ、で、こっちやな。中国国際空港方面。で、キラヨシダ行ったらダメか。大江行くやつはどっちだ。宇都宮やる。これでいいな。